何をは投資の代理運用。投資系の会社ってかっこいいよね。だよね。ただ注意としては、資産運用業界はどこを指す？資産運用業界って何をしているの？おはよう。今日も業界研究？今日は資産運用会社。その中でもアセットマネジメントと企業投資系のファンドの説明をしていくよ。うわぁ、なんか難しそう。新卒採用の枠は少ないし、かなり難関ってイメージがあるな。まずはこれが企業一覧。注意してほしいのは、企業によっては新卒採用を行っていない、もしくは数人しか採用していないってことがあるから、気になる場合は逐一チェックすることね。狭き門なんだね。まずは、アセットマネジメントの方を見ていこうか。何を誰に提供しているのか、だね。アセットマネジメントのビジネスモデルをざっくり伝えるとこうかな。アセットマネジメントが複数の投資から資金を募ってそれをまとめ、集めた資金を使って有価証券に分散投資していく。そして投資で得た利益の一部をアセットマネジメントが手数料として受け取って、残りを投資家に還元する。へえ、こうやって見ると意外とシンプルかも。ところでさ、この投資家って一般の人も含まれてるの？そうだよ。少額だと1万円から募ってるとこもあるよ。意外と手軽だね。とは言っても、1万円をちまちま集めてるわけにはいかないんじゃね？まあ、その通りだね。だから、一般の投資家だけじゃなくて、機関投資家からも投資を広く募ってたりするね。機関投資家ってなんだっけ？保険会社とか信託会社みたいな、本業とは別に自社で資産運用をしてる会社だね。ああ、前外銀の業界研究でやったね。うんうん。今回は意外とシンプルだな。さっきのビジネスモデルを要約して、何を誰にでまとめると、何をは投資の代理運用、誰には投資家ってことだもんな。それは正しいね。ただまだまだあるかな。どういうこと？アセットマネジメントって要は投資を通じてお金があるけど活用していない投資家と、お金がないけど事業がうまくいきそうな企業をマッチングしてるでしょ。つまり投資家が保有してるお金を使って企業が必要な事業資金を供給してるとも言えるよね。つまり何をには企業投資、誰にには資金が必要な一般企業も入ってくることになる。なるほどな。さらにアセットマネジメントは投資顧問業務ってのも行ってる。これはアセットマネジメントが投資家に対して投資のアドバイスをして、それをもとに投資家自身が発注するってものだ。まとめると、何をは投資の代理運用、企業投資、投資顧問で、誰には投資家と一般企業ってことになるね。なるほどね。ちょっと駆け足だけど、次は企業投資系のファンドが何を誰に提供しているのかを見ていこう。まずビジネスモデルだけど、ここはさっきのアセットマネジメントとかなり似てる。違うところといえば、集めた資金をもとに企業に対してのみ投資するって点かな。そして投資した企業が上場したり M&A で売却された時に、株式の売却利益を一部手数料として受け取って、残りを投資家に還元するってのがビジネスモデルだね。なるほどな。ところで企業投資のファンドってなんかいろいろな名前があった気がするんだけど、どう違うんだ？それも説明していこうね。株式の出資比率を縦軸、投資先企業の成長段階を横軸に取ると、ざっくりだけどこんな風に種類が分けられる。うわー、なんか増えたよ。とはいえこれ全部を説明するとキリがないから、今回はベンチャーキャピタルとプライベートエクイティファンドに絞って説明していくよ。プライベートエクイティファンドの方は株の出資比率がかなり高いんだな。そうだね。出資比率が高いと何か変わるの？ざっくり言うと、出資比率が高いほど経営への関与率が高いって言えるね。例えば君が会社を経営していたとして、資金の援助をしてくれる人がいたとしたら、その人を無視して経営はできなくない？確かに。無視して喧嘩別れしたらお金なくなっちゃうし。そうそう、そのイメージで今回は捉えてくれたらいいよ。さっきの図をもとにベンチャーキャピタルとプライベートエクイティファンドを比較すると、こんな違いがあるね。まず出資比率は、ベンチャーキャピタルが低比率投資で経営参画も限定的であるのに対し、プライベートエクイティファンドは 51% 以上を取得して経営支援や関与を全面的に行う。どんな企業に投資をするのかに関しては、ベンチャーキャピタルは成長性がある新興企業を対象にしているのに対して、プライベートエクイティファンドはある程度成熟した企業が対象だね。つまり、何をと誰にで整理するとこんな感じ。何をはどちらも資金を提供していて、プライベートエクイティファンドは経営の参画も提供。誰にはベンチャーキャピタルが成長性のある新興企業、プライベートエクイティファンドはある程度成熟した企業。なるほどな。似たビジネスに見えたけど、こうしてみると結構違うな。ここまでで資産運用の企業は終わり。どうだった？難しかったけど、投資系の会社ってかっこいいよね。だよね。ただ注意としては、企業によっては新卒採用をあまり行っていない会社もあるから、もし興味があれば、逐一採用状況をチェックしておくようにしよう。よし、今日はこの辺で終わり。